メロン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 
活動に影響出るといけないから。何言ってんのチャイちゃん、俺たちパートナーじゃん。うん、パートナーだからこそ言いにくくって。ああ、そんなに悪いんだカリのパートナー。でも大丈夫だよね。いや、大丈夫なことないよ。大丈夫だから。なあ、大丈夫じゃない、カリが大丈夫じゃないもん、バカ。ほら、だからカリンちゃんに話したくなかったの、こうなると思ってたから。チャイちゃん、もう活動お休みしないよ、あとカリがやるから。大丈夫、今まで通りちゃんとやるよね。カリンちゃんだけだと心配だし。いや、カリに任せてもらう。あら、やだ、カリンちゃんも一人前の男になったのね。だからこれからはチャイちゃんは無理をしないこと。うん、少しカリンちゃんに甘えようかな。よし、そんな感じでやろう。あ、そうだ、うん、チャイちゃんどっか行きたいとこない？うん、行きたいところなんてないよね。でもハトバス乗ってみたいな。よし、乗りに行こう。嬉しい。じゃ、チャイちゃん他にやり残したことは？うん、いいよね、別に死ぬわけじゃないんだし。え、チャイちゃん死なないの？死なないよね。え、じゃあその病気って何？毛づくろい中にちょっかい出したくなる病。騙されたよ。ハトバス楽しみ。最悪だ、カリン落ち着け。メロン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 。やだ、またちょっかいかけたくなってきた。メロン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 。